全力ぶっちぎり、マキピロ君とリアでございます。はい、2022年2月のコラボ予想、はい、ということで、まあ毎年ね2月には大型のコラボがね来ております。はい、今回はですね、この2月の大型コラボ、これでガチで当てていこうと。うん、大丈夫か。あ、大丈夫か。任せろや。もう一回外しとらへん。お結構当たらない予想って有名なんじゃないかなと思って、うちのチャンネル、うん、でも当たらなくてもみんなを楽しませれるっていうのが俺のこう特技でもあるところやな。うん、まあそれはさておき、まあいろいろ全力で調べてまいりました俺は、はい、で俺たちも予想するんですが、はい、皆さんもね、はい、そのデータを見て、はい、予想しやすいように今回動画の方を、作らさせていただいておりますので、はい、まあね、皆さんも予想しながら、うん、あ自分はこれちゃうかなとかね、まあ、コメント欄でね入れてもらったりとかして、はい、まあでも好きなもんでもいいよ、これ着てほしいとかでもいいんやけど、うん、あのまあ今回ね皆さんと一緒に盛り上がれたなと思っております。はい、ということで私いろいろ調べてきたことを皆さんお伝えしたいと思います。全力ぶっちぎり。今回はですねちょっと項目をいくつか分けました。はあ、ちゅうことでまず1、はい、コラボ発表の流れ、うん、こちらなんですが、2021年、去年ですね、はい、1月24日日曜日、モンパ6の開催がありました。はい、でこのモンパ6っていうのは、モンスト公式 YouTube チャンネル6周年のイベントです。解説、うんうん、こちらのイベントの方のモンストニュースでワールドトリガーのコラボが発表されました。あ、そうだったっけ。はい、うん、でワールドトリガーの、コラボの開催期間が2月の2日火曜日12時からでした。はい、だから、2月の上旬で、うんうん、2月1発目からスタートした、そうね、いった形になります。はい、その前の年、はい、2020年、こちらが2月9日モンスターストライクでパーティーの開催がありました。そんな名前やったっけ。はい、はあ、このモンスターストライクでパーティー、こちらはですね登録者100万人突破とチャンネル5周年のイベント。でこちらのモンストニュースで鬼滅の刃のコラボが発表されました。あ、そうかそうか。で鬼滅の刃のコラボのスタートが、はい、2月の14日バレンタインや。お、金曜日の12時から忘れろとバレンタインって、うん、俺の中の、俺の人生の中で、うん、バレンタインっていうイベントは、うん、消去されるから、記憶からデスソースの食べさせられたから、まあ、それもそうだ、基本もらえないんだよテンション下がるはい、行こう行こう行こうつまりですよ、モンスト公式チャンネルの開設周年イベントで発表される可能性が非常に高いということになります。あと、2月の上旬もしくは中旬にコラボが来る、うん、で期間限定イベントモンストニューイヤー2022が、1月15日土曜日正午よりスタート、はい、ということで、これがね期間限定のアルファキャラじゃないですか。そうですね。だからこの期間限定アルファガチャ、うん、で期間限定のコラボガチャ、うん、この期間限定期間限定って続くのってどうなのかなと思って、うん、だからちょっとね、今年のコラボ中旬になる可能性があるのではないかと。まあ鬼滅も中旬やったからね。そう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 、だからその可能性はあるんじゃないかなと思っております。なるほど、うん、そして次の項目いきましょう。はい、2月、コラボの傾向、うん、これ大事、うん、2021年ワールドトリガー、はい、2020年鬼滅の刃、はい、2019年遊戯王、うん、2018年 FF コラボ第2弾、お2017年 FF コラボ第1弾あ FF やったか。はい、ということで2020年2021年と若い作品で人気急上昇の作品が続いておると、そうだね、いった形になります、うん、これはですね多分おそらくこちらの関係じゃないかな。ああ、これが欲しいかってこと？違います。少ない経費で大きな収益を得るため、うんうん、大型のところ、もう実績をかなり上げとるところは、うん、やっぱりコラボのこちらが高いのではないかと、はあ、それに比べると実績の少ないところはこちらがちょっとお安いのではないかと。鬼滅なんか高そうやけどね。鬼滅も、一気に上がったんで、あ、まだまだ手届くとかやったじゃないかなと思われます。はい、はあ、分かりませんけどね、はあ、うん、俺は別にそのそっちの人間じゃないから、ね、はい、そういうことですあくまで予想です3つ目、はい、2021年の月間売上予想、うん、これですね、月間売上予想の順位、
こちらをですねちょっと調べてみました。これ何の売り上げ？モンストの売り上げってこと？そう。あ、はあ、そういうことです。はあ、そっちね。はい。そのモンストの売り上げ第1位の月、はあ、10月、2位が5月、はあ、3位が2月、はあはあ、ということでリオちゃんお答えください。2021年10月のコラボは何でしたか？ハイブルー。分かった分かった、リベロ。はい、じゃあいきましょう。2021年5月のコラボ、呪術廻戦。2021年2月のコラボ、ハイブルー。あ、わたりわたりわたり、さっき言ったわけやん。いろいろさ、こうごっちゃになってんの。急に振られるとな、進撃の巨人とか言いそうになってし、やべえ。しかも自分の大好きなワールドトリガーでですね、2021年の売り上げ予想を見ても若い作品がね結果を出しております。そうだね。この決算前の大切な時期はこのデータをね生かしてくるんじゃないかなと。そうだ、決算大事だからね、思います。はい、そして次の項目です。はい、モンストのコラボの法則。ほう、うん、ジャスト合意見切り発車すんだよ。いきなり大暴投やろそれ。モンストはですねコラボの際アニメですでにキャラが出ている必要があります。あ、そうね。これね、ネタバレになるようなコラボは過去にありません。確かに、うん、つまりワンクールが終わっているアニメじゃないとコラボが難しいといったことになります。そうね。そう、この法則はちゃんとあるから、うん、そうするとねある程度、ちょっと絞られるから。そうだね。うん、漫画とコラボってないんだよね。そうね、全部アニメなんだよね。確かに、うん、ゲームとかね、うんうんうん、そして次の項目、はい、2月のコラボは若い作品で人気急上昇のアニメなんじゃないかなと、ほういった予想ができます。ほう、ちょっとねある程度いろいろ調べてピックアップしました。はい、新規、うん、転生したらスライムだったっけ。ありがとうございます。ちゃ待て。永遠の消防隊。あー、いいね。東京リベンジャーズ。おー、ここでも来るか。無職転生。 ありがとうございます。何やねんそれ。転生もの大好きみたいな。文豪スレイドックス。あー、いいね。もうすぐテンション上がった。配給。うん。ちょ、あなたのテンション物議を醸し出すぞ。配給見たことないんだ。まあ俺もそうやけど。水球のやつだっけ、あれバレーだっけ。いやめろ、触んな。知らんねやから触るな、怪我する。五等分の花嫁。あ、ティッシュか。そしてあとはブラッククローバー。あー、いいね。うん、で第2弾どうかなと思った時には、はい、鬼滅の刃、あと呪術廻戦ゼロ。あ、今映画やってますから。なるほどね。うん、っていうところが上がってくるかなと思うんですが、ちょっとね、鬼滅と呪術廻戦ゼロ、ちょっとこれ難しいかもしれない。ちょっとまだ早い。鬼滅はちょっと遊郭編終わってある程度キャラクター出ないと、ね、ちょっと難しいかなと。キャラ的にまだちょっと足りない気がする。うん、面白いな。あ、遊郭編な、面白い。うん、相変わらず絵が綺麗だなと思って。ああ、もう、うん、もうちょっと前よ。あと呪術廻戦ゼロね。あ、うん、こちらも一応ねキャラクター的にはいけるんじゃないかなと。まあ、人数はおりそうやけどな。そう思うんですが、うん、ちょっとね他アプリとコラボ、あ、かぶっちゃってる、はい、があるんで、残念、ちょっとこれ難しいかもしれないですね。はい、うん、まあね、いろいろあげましたが、はい、じゃあ絞っていかないといけないわけですよ。うん、これでーすってあんな広いところに、ね、あんなマシンが打つみたいなことしてたらね、視聴者のみんな怒られるんだよ。で、ここです。はい、累計発行部数出た、いつものやつや。はい、一つの影響力の基準として参考にしてもらえたらなと思います。はい、で、まあ、先ほど挙げました、うん、まあ、全部一覧出しました。はい、転生したらスライムだった件、うん、こちらが2700万部、うん、99位、永遠の消防隊が、1750万部166位、東京リベンジャーズこちらが400万部の63位。すごいね。はい、無職転生こちらが950万部1000万部達してないので、はあ、ちょっとね順位の方分かんなかったです。へー、なんだけど、これがデータが12月末かな、はあ、だからひょっとしたらもう1000万部超えてるかもしれない。これねすごい勢いで上がってきてる。だってアニメめちゃくちゃ人気あるよね。そうで、アニメ化したら、うん、すごい勢いで、あ、売れた。はい、1月100万部くらいで上がってきてるらしい。すごいね。これまで恐ろしい勢いで今上がってきてるアニメです。あ、そうなんや。はい、めちゃくちゃ面白いから。面白い。
文豪スレイドックス、はい、こちらが、850万部、これもねちょっと不明なんですね。だからちょっと頑張ってくれんかな。これも結構面白い。面白い。これね女性人気すごいらしいです。絵が綺麗だし、うん、イケメン多いし、あのいろいろかっこいいし、ね、分かった。もう次いっていいですか。配給ですね、こちらが5000万部、41。あ、結構上の方なんだね。めっちゃ上の方です。これまあいいや、はい。今やけどをするから。五等分の花嫁、1500万部。最近娘がハマってんだよね。そうなんですよね。これ183位。ブラッククローバー1700万部、これが169位。でとある魔術のインデックス、これインデックスって読むの、はい、知らんかった。3100万部、83位。魔法科高校の劣等生、2200万部、134位。これは面白いね。これはっていうこれはってこれはっていう見たことあるやつしか含めない。まあいいけど。で、まあ第2弾、さっき挙げた鬼滅の刃、はい、これが1億5000万部。7位。なんか一つだけおかしいな。いやこれもおかしいよ。呪術廻戦ゼロ、まあこれ呪術廻戦全部含めてなんですが、6000万部の31位。やばいね。ここすごいな。ギューンって上がったよな。でもですよ、去年の売り上げ、はい、1位だったリゼロ、はい、こちらですね1100万部、238位なんです。えらい下の方だね。そうやって見る、そうだからある程度の参考にはなるけど、うん、一概に言えないと。それはねアニメってことは、これあくまであれでしょ、単行本が売れた数でしょ。そう、うん、しかもあの、まあ、ライトノベルだったりとか、うん、いろいろあるんで、うんうん、だからまあ一概には言えないと、はい、言ったことになるかな、うん、だからこれが収益と直結するかって言ったらまあそうじゃない。じゃあどこで調べてるのかというところもあるんだけど、うん、まあ、そちらもねいろいろ調べました。はい、でついでにですよ、ちょっと面白いの見つけました。ライトノベルの累計発行部数、こちらがあります。ほう、まああんまり俺らも小説読まないからちょっと分かんないんですけど、うん、全く読まない、第1位、とある魔術のインデックス、まあ、とあるシリーズですね、こちらが、3100万部、あと転生したらスライムだった件、2700万部、やばくないこれ。すごいね、うん、めちゃめちゃ短いスパンでめちゃくちゃ上上がってる。うん、ソードアートオンライン、こちらが2600万部。おお、 SO より上いくんだね。そう、へえ、もちろん SO より後から出た作品だから。そうだね、すごいね。で魔法科高校の劣等生、2200万部。おお、これ何だったかな。春日シリーズ、鈴宮、うん、何で知ってん、違った、わかんない、違ったらごめんなさい。あのカチューシャみたいにしてる、これ。あ、そう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 、俺も見てないんですよ、うん、これ見てないけどさ、ねえ、あの見た方がいいよとかありましたコメント欄。そんなの入れられる決まってる。鈴宮春日シリーズ、こちらが2000万部、あとはスレイヤーズとか。あ、懐かしいね、はい、まあ、結構いろいろあります、はい、でリゼロが12といった形になります。へえ、結構面白いでしょこれ、うん、ああこれそうなんだとか思って、ね、ライトノベルからだったんだっていう作品もね中にはちょっと、はあ、はあ、うん、あったかなっていう感じ、はあ、魔導士オーフェンとか俺ライトノベルって知らなかったもん。私あれ何で、あれアニメだな見たの、うん、びっくりした俺これ。そうなんだね。ちゅうことでですよ、はい、参りましょう、全力ぶっちぎりの2月コラボ予想、うん、全力ぶっちぎりっていうと2人で立てたことがあるんだけど、あ、ね、俺ですね。申し訳ない、私今初めて聞きますからね。本命、はい、転生したらスライムだったけん、あ、ありがとうございます。違うわ。俺が決めるわけじゃないから予想や。で、はい、次ね、はい、うん、対抗として東京リベンジャーズ、あー、で、ね、まあ、ごめんなさいね、これ競馬のあれです、はい、なんかまた穴とか言うやつやな、はい、で、ターラ、こちらがとある魔術のインデックス、ほう、で、レンアナ、こちらがレンアナ、はい、もういいやん。レンアナ、こちらですね、魔法科高校の劣等生、ほう、アナ、遠泳の消防隊、ほう、ということで、じゃあね、ちょっと理由、はい、まず転生したらスライムだったけん、うん、こちらはまず累計発行部数が、2700万部、はい、これねアニメ人気ランキングでも上位です、うん、実はねアニメ人気ランキングとかもめちゃめちゃ調べました今回で。2022年秋に映画公開が決定、あ、そうだったね、これリゼロも映画やってるんでこの映画っていうところが一つポイントなのかなと思って、ね、ちょっとね、そういったところも調べてみました、うん、次東京リベンジャーズ、こちらですね、累計発行部数が4000万部、うんうん、
2021年で非常に話題になったアニメです。そうね、これはすごかったよね、うん、社会現象ぐらいの勢いだったから、うんうん、ただドラケンの声優さんが変更になる。それなぁ、そこちょっとどうなるんやろって感じよね。そう、これがめっちゃ引っかかる、うん、うん、だから大丈夫なのかなっていう。撮り直しきっとね、新しく撮ることになるだろうからね。ああ撮り済みだったら分かんないけど、まあちょっとここはね、うん、分かんないね、どうなのかなというところがあります。だからまあテンスラの方が、なるほどね、うん、上なのかな、うん、とある魔術のインデックス、こちらは累計発行部数が、3100万部、うん、ライトノベルでトップの部数です、うん、でシリーズも多く超人気作品で映画化もしております。でとある科学のレルガンは電撃コラボでも実績がある。これね、とあるって全部つながってんの？あ、そう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 。へえ、見たことある？ね、チラッとはある。へ、うん、インデックスはねコミックかなんかでちょっと読んだことあってっていう感じかな、うん、俺もそこまで詳しくはないんだけど、うん、またちょっとね、あの時間あったらちょっとこの辺しっかり見たいなと。ちょっと見てみなかね。そう、これだけ人気があるっていうのは、ね、ちょっとね、だって今挙げた中で見てないのそれだけなの。はあ、うん、俺もやよくよく考えたら、うん、これ見ないかな。魔法科高校の劣等生、はい、こちらですね、累計発行部数が2200万部、うん、ライトノベルで上位の作品です、うん、で続編の制作決定が2021年大晦日に発表がありました。あと電撃コラボでの実績、なおかつ映画化の実績を持つので、まあ、これもねちょっとあるんじゃないかなと。これお兄さんはめちゃくちゃ強そうじゃない、キャラになったらさ。強い、やばいよね、やばいやつよね。ちゅうかでもさ、このキャラクターは普通にやりやすいと思う、作りやすいと思う。あ、妹ちゃんはあれ水属性なんでしょ。あ、そうそうそうやばいねこれ。これも結構面白いんだよね、結構好きな作品で、うんうん、これはめっちゃ見てるね。次、はい、遠泳の消防隊、こちらは累計発行部数は1750万部、うん、で、まあ、2019年アニメ録画人気ランキングで上位だった。録画人気ランキング、はい、あるんですよ。おお、うん、でこちらが、この時期っていうと鬼滅とかあったんですよ。あ、もうそういった強いアニメがあったところで、うん、まあ、上位の方におった。うん、まあ、これもついた。だからアニメの方でいろいろ調べるんやったら、はあ、ちょっと入ってくる可能性もあるから、はあ、うん、ね、ただでもやっぱ言ってきた作品とかに比べると若干ちょっとこんな言い方あれやけど弱いっていうところもある。もうなんかブームがちょっとだいぶ前に去っちゃったかなって気はする。まあアニメやってないからな、うん、うん、しばらくやってた頃はなんかおお永遠来てほしいとかつい込むいっぱいね、うん、あったけど、でもそれは鬼滅とかも一緒で、あ、そうね、アニメ終わったらちょっと熱が冷めて、うん、アニメしたらもう一回再演、ね、ね、また増えてという形になるから、うん、これもあのまたワンクール始まったら、うん、多分ドーンってまた来るんちゃうかなと、うんうん、思います。アーサーがいいよね、大好きはい、ということで、まあ、最後になります、はい、これですね、ジャンプ作品、マガジン作品、うん、人気作品とのコラボはですねある程度やってしまっている状態です。おう、だからリゼロの売り上げ良かったのをきっかけに、うん、ライトノベルなどの異世界系の作品とかね、うん、こういったものとも、コラボしていくんじゃないかなと。おう、その先駆けがリベロだったんで、リベロじゃない、リゼロだったんじゃないかなと思われます。なるほどね、うん、だから、まあ、こういったところにも進出していくんだと、はあ、うん、いった形になるんじゃないかなと、うんうん、結局全部食い尽くしちゃったらいざ打とうっていう時に何も手がなくなっちゃうんで、うんうん、だからちょっとこの辺ね攻めてくるんじゃないかなと、はあ、なるほど、うん、いうことで、はあ、まあ、今回この予想を立てさせていただきました。はい、はい、私の予想は、私テンスラですよ。予想で願望、うん、テンスラは結構ありだと思って。でもね、正直思うけど、うん、まあ、2月にこんかったとしても、うん、どこぞかで来ると思う、うん、で、まあ、ちらっと話はしたんだけど秋に映画公開が決定しとるから、はい、このタイミングっていう可能性もあるよね、はあ、映画公開のタイミングに合わせてくる可能性もある。なるほどね。そう、だから2月じゃない可能性もあるけど、はあ、まあ、おそらく来る可能性は高いんじゃないかなと、うん、実績あるからね、うんうん、来たら来たで、ね、もう盛り上がるだよね、ドーンね、うん、盛り上がるな、諭吉、うん、の羽ばたき具合も盛り上がるでやばいわさーわさーやばい、これコンプするまで絶対行っちゃうやつだもんね、ね、お互いが、はい、やばいぞ、お互いが、だってそうなの、俺は我慢できるもん。あ、そう、うん、
行くな、この人行くわ。あ、怖いよ。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、まあ、今回もひょっとしたらね、スコーン滑るかもしれんな。中には言ってるかもしれへん。ん、全部違う、ここ予想したら来やへんぞ。言ってる人もおるかもしれんけど、うん、まあ、ちょっとね、いろんなデータいろいろ調べた上で、まあ、こういったね、予想を立てさせていただきました、はい。まあ、よかったね、皆さんの来てほしいコラボとか、うん、まあ、自分的にはさっきの、ね、データ見て、うん、これの方が熱いんじゃないかなとか、ね、うん、あると思いますから、よかったらね、皆さん、コメント欄の方に書き込んでください、はい。ということで今回の動画はこれにて終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見れよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、コラボといえばですよ、はい、大型コラボだったね、うん、やっぱ俺もなんかちょっとコスプレせなあかんかなと。はまた、え、テンスラだったら何のコスプレするの。そんなツイッターで募集するに決まってるやん。あの、あれか、ゲルドだったっけ。豚豚。それは私にやらせて。なんて答えの。ありえへん、ほんとに。ひどい。